ちらトルストイ監修の老子道徳教から28まで行きました。全部で81章の中で、はい、じゃあ今日はこちらですと3分の1ぐらいですね。ああそうですね、はい、そっか、はい、急の段だとそうですね、はい、こちら28章、はい、自分の力を知る者は自分の弱さを保持して天下の谷になる。彼が天下の谷になるとき、そこには永遠の徳がある。人間は再び赤子の状態、タオに回帰する。自らの啓発の深さを知り、盲米のままでいる者は全世界の模範になる。全世界の模範になる者は永遠の徳を裏切らず、五達、括弧タオに回帰す。彼は栄光を知る。蔑まれながら彼は天下の谷になる。天下の谷である者は徳のみに満足し、完璧な純朴に回帰する。この純朴が遠ざけられると彼は素晴らしい器になる。聖人がそれを用いると官庁になる。であるからこそ偉大な体制は決して壊れない。はい、ロシアは、はい、分からんですね。分からんです。ここはちょっと僕はあの、はい、映像化して、はい、動詞を入れたいんですけど、はい、映像化しづらい、はい、というところでこちらバカボンのパパと読む老子から、はい、ドリアン助川さんの訳を28章バカを貫くのだとありますね、はい、オスの強さを知りながらメスの柔らかさを守っていくとこの世の人々を受け入れる谷となる。この世の谷となれば普遍の徳は離れることがなく初々しい赤子の状態に帰る。白く眩しい在り方を知りながら人を支える影の立場を守るならばこの世の模範となろう。この世の模範となるのであれば普遍の徳は間違いを犯さず無限の他をに帰っていく。栄誉を知りながら恥ずかしめを受け入れる者はこの世のあらゆるものを生み出す谷となろう。この世の谷となるのであれば普遍の徳は満ち足りて仁義が加わる前のなんて読むんだろうこれは純朴の僕かな僕に帰れる。僕がバラバラにされると器になる。聖人は同じく素朴な僕のような者たちから管理の長を選ぶ。大いなる制度には無理や無駄な切断がない。これはあれですね、うん、なんか純朴なままでいなさいみたいな、はいはい、老子はずっとこの知恵をひけらかすことをやめなさいって言ってますよね、うんうん、はい、まあるがままに自然のままにみたいな感じですよね。でも難しいのは、はい、あの僕みたいなこの欲まみれな人間が、はい、難しいのは賢く振る舞う人の方が、はい、芸達者な人、はい、どの分野でも、はい、芸達者の人が、うん、インフルエンサーなわけじゃないですか、はい、そうするとやっぱなんかそこを目指したくなるんですよね、うん、いや何もできないんですっていう、はい、なんかまあ天然の人っているじゃないですか芸人でも、はい、何もできなくて売れてる人ってことですか。そうじゃなくてなんかその純朴なままの人、純朴が売りな人ってこと純朴のままな人が、はい、芸人で天下を取ってないなと思ってるんですね。だから天下を取ることを良しとしてないわけじゃないですか。そうですけどそもそも老子は確かに、はい、でも売れたいじゃないですか。あ、売れたいって言うと苦しむよって話ですよね、うん、で老子は言ってるんですよ。売れたいって言ってるからあなた苦しんでるんですよって話じゃないですか。うん、確かに、うんうん、そっか、まあ、そのままでいいって言ってますね。確かに苦しいならそのままでいいって話ですよね。苦しくなければいいんですよ多分。あ、そっか、じゃあ、うん、例えば、はい、松本人志さんは、はい、あれが素なんだ。あれが素で何にも苦しいことなければ、まあ、そのまま素でやってるだけの話じゃないですか。でああいう風になりたいって思うと、はい、ああいう風に振る舞おうとしたりするわけじゃないですか。まあ、確かにあの、うん、西野さんを目指したり、はい、堀江門さんを目指したり、うん、で慣れないって苦しむわけじゃないですか。慣れないし数字もならないんですよ、はいはい、でそれはこう目指してるからみたいな、それが欲みたいな話ですよね。なるほど。ではちょっとバカボンのパパ、はい、うん、攻めていく強さを知っていてもみんなに対して柔らかな
態度を取り続けていると、この世のみんなを受け入れられる谷のような存在になれるのだ。ずっと人徳がある状態が続くことであり、それは誰をも微笑ませるはじめちゃんのような存在になることなのだ。潔白でかっこよくて眩しいあり方を知りながらも、みんなをほっとさせるノロマやバカの立場で生きていくなら、みんなのお手本になるのだ。みんなのお手本になれば、バカは永遠に喜ばれるバカになるのであり、それは果てのないタオの世界に戻るということでもあるのだ。みんなから偉いぞと言われる栄光を知りながらも、みんなからバカだと言われる縁の下の力持ちになれる人は、この世のあらゆるものを生み出す谷になれるのだ。この世の谷になるのであれば、バカでも永遠の徳が満ち満ちて、人が手を入れる前の純朴な材木みたいな存在になるのだ。純朴な材木がバラバラにされてお皿やお椀になる。だからどえらい人は純朴な材木のような人たちから市長や町長を選ぶのだ。天才的な政治の制度には強引に何かを推し進めたりぶった切ったりするようなことがないのだ。これでいいのだ。まあそうですね、なんか僕がいくらこの利口層に振る舞っても、はい、利口ではないですからね。利口ではないって、あの 素が僕のなりたい感じではないんですよ、うんうん。まあ、素が違うって話ですよね多分。あ、そうですね、はい、本当に自分が求めてるとこと意識的に求めてるところが違うみたいな話。あ、でもなんか従業術とかやると、はい、僕を探しに行って、はい、僕のし、あーそっか、僕を探しに行くけど、あれも僕なんてもんはないですよって話ですよね。でもまあなりたい僕と一致していくわけじゃないですか、はい、引っ張り合いっこしながら、うん、で結局はないんだってなるわけじゃないですか。ないんだになりますよ、はい、ないんだなのかなかったんだなのか、はい、まあ、忘れてしまうっていうことですからね、うん、あ、そう、結局は戻ってくるって話ですね、うん、タオに、はい、タオに、ここで言うとタオに、はい、まあ、要は赤子の状態、うん、素の状態に帰ってきて、うん、何もなかったねって、はい、いうことすらも忘れる、うん、誰か僕を町長にしてくれるんですかね、市長、町長、館長に。まあそれはまあしてくれるって話ですよね、本当にそうやってみんなに認められれば。あ、じゃあ今いまいちこの跳ねないのも、はい、どこかなんか欲が見え隠れするんですかね。そういうのはあるかもしれないですよね。いやらしさがあるのかもしれないです。ああ、もうこれはもうさらけ出すしかないですね。よくなんかバナナマンの設楽さんも言うんですよ、はい、あ、まあ大阪の芸人も言いますよね。要は、はい、漫才とかで、はい、漫才やコントで売れる1回、はい、で本当の勝負はそこからだと、はいはい、要は今度は素の自分が受け入れられるかどうか、うん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 、っていうことになっていくよねって、うん、でそこで本当に日村さんとかって、はい、あのままで売れていくわけじゃないですか、はいはい、そういうことですね多分。僕も、まあ、売れることはあるかもしれないですよ、偽ってでも、はい、ただ苦しくなるよ、苦しくなるよって話ですよね、はい、で苦しくなく、はい、まあ、ああいう風になれればいいし、うん、ならなくてもいいって話ですもんね。ならなくてもいいって話です。というなんか一発老子を入れつつ、はい、はい、老子にも栄光という考えがあったんですね。出てきましたっけ、栄光を知る。あ、彼はタオの、まあ、言葉ですからね、はい、タオの栄光ですからね、タオの、まあ、栄光を知る、はい、タオという存在が栄光であるっていうことなんですかね、うんうん、まあ、そういう、まあ、僕の捉え方的には違いますけどね。どうぞ聞かせてください。栄光、みんなが言う栄光、はい、とは違うということですよね多分。を、はい、言葉としては知ってるわけじゃないですか、はい、だけど自分はあえてこっちに行くみたいな、谷を目指すみたいな話じゃないですか。っていう受け止め方です。あ、そうですか。僕は、はい、タオっていうところがはい、栄光なんだよって言ってるんだなと思ったんですよ。僕はだから違いますね。そういう売れてる世界みたいなのも知りつつ、はい、自分はやっぱり他を目指す、谷を目指すみたいな、谷のような存在を目指す。あ、でもまあ、はい、そうですね、はい、タオは下へ下へですからね。下へ下へっていう捉え方、水ですからね、はい、はい、癒す、大地に癒しようって考えることもなく、はい、下に行き、下に行く、やりたいことを やりたいことをやるっていうか、はい、自分のままでいることで、はい、自然と癒す、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございま